カモジャマスです。今日は東京都のテニスコートにやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、ヨネックスの渡辺です。ヨネックスの海瀬です。今日ヨネックスの海瀬渡辺ペア来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日中国で行われたアジア競技会、渡辺選手出場されたということで金メダルおめでとうございました。ありがとうございました。すごいですね。アジア競技会での金メダルは何年ぶりとかですよね。あ、でも前回大会も国別優勝して。そうか、インドネシアも優勝してるんですか。じゃあ2連覇ということで、はい、すごい。その時の感想を聞かせてもらってもいいですか。楽しかったです。あ、楽しかったですでも、はい、あの独特なピリピリ感みたいなのってやっぱちょっと 怖いというか、なんていうんですか、はい、ヒーヒーしてないですか。いや、なんかあんまりなくて、どっちかっていうと本当なんか夢の国に行ってきたみたいなディズニーランド行ってきたみたいな、はい、でもそういう感じでこう楽しくやった結果こう優勝できたって、はい、最高じゃんでも決勝戦とかやっぱりね、トップバッターで出て、はい、どんな気持ちだったんですか。まあ、試合入る前はちょっと落ち着かせて集中して入るんですけど、もうやってる間はなんと言いますか、無心というか。すごい。いや、でも本当に勇気をありがとうって感じでしたね、あの大会は。ありがとうございます。いや、ちょっとありがとうございました今回あのお二人に来ていただいたのはジャパングランプリ2023にご出場いただけるということで、先ほどもあの署名をいただいたんですけれども、本当にありがとうございます。今回のお二人はジャパングランプに向けての意気込みを聞かせていただいてもいいですか。観客を沸かせたいです。頑張ります。ありがとうございます、はい。観客の方々に楽しいんだっていうことを分かってもらえるようなプレーを心がけます。ありがとうございます。ということで、あの今回はですね、海瀬渡辺ペアと僕でランダ対決を僭越ながらやっていただきたいと思います。はい、いいですか。はい、お願いします。ありがとうございますそれでは今回は12月24日に愛知県ドルフィンズアリーナで開催されるジャパングランプ2023にご出場いただく海瀬渡辺ペアとランダ対決をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。レッツゴー。レッツゴーゴー。ありがとうございます。はい。
負けた負けた風がいい感じだった。
ありがとうございました。ありがとうございました。ランナー対決の感想をお願いします。前回の動画も見てから来たんですけど。勉強済みの恥ずかしい。ちょっとなんかボールが短いって聞いてたんですよ。実際どうでしたか？いやなんか長くて、もうなんかめっちゃ押し込まれたんですけど、はい、おかげでなんか私も実力以上が出ちゃいました。いやいやそんなもうありますありますで。僕も金メダルってことですか？はい。あります。いいな、同率決めるということでありがとうございます。ありがとうございました。どうでしたか？逆クロスでランダーさせていただいたんですけど、すごく伸びが、いい意味で伸びがあっていい意味でね、私のこう左側にだんだんとボールがずれていくのがすっごく打ちにくかったです。それランダーしにくいってことですか？ランダーはしにくいので、あんまランダー役としてはちょっとやりたくはないんですけど。ランダーパートナーとしては罰ですか？はい、罰です。あそう。でも、試合、対戦相手だったらもう本当にやりにくいので。で僕は倒します、ジャパンブランテルで。1回戦で。ちょっとここじゃ1回戦で。やかも。クロスやめよう。クロス展開。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパングランプリが開催されるんですけれども、会場に来てくれる、子どもたちや観客の方に一言ずつメッセージをいただいてもいいですか？今年女子の開催ということで、去年もしかしたら男子のプレーも見て観客の皆さんも目が肥えてるかもしれないんですけれども、女子でもここまでスマッシュが終えるんだっていうところまで追いたいと思うので楽しみに来てください。ありがとうございます。女子にはない素晴らしい
ソフトテニスを見せれるように頑張っていきたいんで頑張ります。ありがとうございます。女子に言わないか、女子に言わない間違え、ちょっと待って。NG、 そうだね。男子にはないプレーを、会場で見せたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。今年のジャパングランプリ2023は12月24日に愛知県ドルフィンズアリーナで開催しますので、ぜひ見に来てください。この動画がいいなと思った人、チャンネル登録お願いします。お願いします。グッドボタンもしてね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。めちゃくちゃアドリブ入れるてくるね。台本通りいかない。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。